こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。簡単な作り置き4品です。まずね、ダブルチーズポテサラから作るよ。じゃがいもはさ、適当に半分に切って、そしたらね、シリコンスチーマーとかさ、耐熱容器に入れてレンチンします。うちはね、根菜モードでレンチンしました。だいたい600ワットでどんぐらいかな、7、8分かな。そしたらね、マッサーで潰すよ。もうさ、金属のさ、ボールでガリ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 潰すとさ、音が鳥肌だからね、いつもこのスチーマーのまま潰しちゃってる。そしたらね、じゃがいもが熱いうちに顆粒コンソメ、砂糖、お酢、粉チーズ、で、これね、冷凍コーンです。これを入れて、ざっくり混ぜるよ。でね、他のことしてるうちに、このじゃがいもの粗熱も取れるからね。そしたらさ、きゅうりはね、薄切りです。今日は包丁を研がないとと思ってるんだけど、思ってるだけでね、なかなか私の重たいおけつが上がりません。困っちゃう。で、玉ねぎもね、薄切りだよ。そしたらね、軽く塩もみをします。ハムもなじみやすいようにさ、細切りに切るよ。でね、切れてるチーズを使ってる私、これベビーチーズでもいいよ。これはさ、さいの目切り、コロンコロンした角切りに切ればいいよ。そしたらね、ハムとチーズをドカンと入れて、野菜の水気をしっかり絞るよ。ね、やっぱさ、いつも言ってるけど、塩もみをして野菜の余分な水分出さないと、べちゃべちゃなったり味がぼやけたり日持ちをしなくなるからね、しっかり絞る。そしたら結構ね、水分が出てるでしょう。で、マヨネーズ、また分量はね、どっか書いてた、あ、ほら書いてた書いてたし、後の最後の方と概要欄にも書いとくね。でね、マヨネーズがプハってね、最後になっちゃったからね、もうせこいの私、入れ物をさ、半分に切って小さいで使ってますもったいないからねこんなあるの。で、しっかり合います。いつものポテサラも美味しいけどさ、ダブルチーズで、あれ、なんか今おかしくなった、コクがあってね、さらにまた美味しいからね、たまにはいいよね。で、今塩コショウを忘れてたから振りました。すぐなんか忘れる。これでダブルチーズポテサラの出来上がりです。保存目安は冷蔵庫で3日から5日。今度はね、ナスのごま味噌あえを作るよ。もうめんどくさいからこれレンチンしちゃいます。600ワットで5、6分しました。
そしたらね、もう柔らかくなってたね、作りたから私が氷水にさらして、まあ色止めもだけど粗熱も取るよ。調味料を合わせます。これもね、分量どっか書いてたと思うんだこれだね、分量ね。そしてね、これはね、出来たてはちょっとね味が濃いかなと思うけど、作り置きだからさ、そうだな、1日ぐらい経てばね味も馴染んで美味しいです。で、これをばね、ごま味噌をしっかり混ぜて、そしたらさ、ナスは程よい大きさ、私の言う程よいはもう適当なんだけどね適当に切って、調味料にドボンと入れて、そしたらね、これをしっかり和えるよ。これでナスのごま味噌和えの出来上がり。保存目安は冷蔵庫で3日から5日ね。で、切り干し大根は水で戻します。美味しいがね、切り干し大根がね、もうね、年のせいかね、こういうの好きですでね、人参は最初斜めにザクザク切って、それからさ、馴染みやすいように細切りにするよ。そんな細くなくて大丈夫。で、椎茸も一応細切り。この日はね、うち生椎茸がなかったから干し椎茸を使ってる。生椎茸でも干し椎茸でもどっちでもいいよ。で、干し椎茸を使う時にはさ、戻し汁は捨てないでね。で、切り干し大根は適当にざく切りです。じゃないと後からも作れるからね。そしたらね、油を熱します。で、切り干し大根ドカンと入れて、でね、人参と椎茸、油揚げも入ってる。油揚げもドカンと入れて、全体に油が回るようにたっぷり炒めます。で、分量はこれです。ほら、あれ干し椎茸を使った時はさ、戻し汁で炊けばさ、美味しさがまたね、旨味アップだから。でもざっくり混ぜて、これでね、蓋をして15分から20分炊くよ。うちはね、もう15分炊いて、あとは余熱放置。で、これでね、切り干し大根の煮物の出来上がりです。これはね、保存目安は冷蔵庫で3日から5日。冷凍なら1ヶ月ね。で、豆苗はね、3等分ぐらいに切るよ。長さがね。にんにくは縦半分に切って、芽をね、取り除くよ。お腹が弱い人はさ、消化不良を起こしたりするからね。私はね、お腹も丈夫だからそんなことはない。で、これを粗みじんにします。
そしてオリーブオイルを熱します。でね、にんにく、鷹の爪、おじゃこ、ちりめんじゃこね、これをね、中火よりの弱火でおじゃこがカリッとなるまで炒めるよ。ちょっとさ、フライパンをこう片方に傾ければさ、あのね、油がこう、なんていうの、馴染みやすいというかカリッとしやすい。もう説明が下手かって、ほんと困っちゃう。でね、おじゃこがカリッとなったら、豆苗をドカンと入れて、炒めます。私ね、あんまり豆苗は好きではないんだけど、安かったから思わず買っちゃったの。そしたらね、夫がね、豆苗を見てね、臭かって言ってた。ほんでね、分量はね、これです。また夫が散ってしまったけどね、ちょっとむずがゆかった。そう、おじょじょがね、外がさ、こや臭やらよって言ってた。で、これを炒め合わせて、豆苗とおじゃこのペペロンチーノが出来上がりです。冷蔵庫でね、3日ぐらいね、これは早めに食べきった方がいい。で、材料と分量出ます。また概要欄にも書いとくね。またほんといつものように簡単な作り置きでした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので、概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえると、なお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。